工房節の永田です。くさびと書いて節と読みます。今ですね、岐阜の名目市場の方に明日1年で一番大きい市場ですので下見にやってきました。ざっくり市場ってどんなとこかっていうのを動画で。こちらは欅の原木ですね。こんな感じにサイズとか、まあすごいいい木にはね、こうやって章がついてたりしますね。すっごい大きいんですよね。この辺の木とかの根元は僕の背よりも実は高いんですよね。2メーターぐらいあるんですね。まあ、こんな感じで、そしてこっちの方に引いた板が並んでいます。こちらが原木に対して製品と言われているものですね。ほとんどがテーブル板用に引かれるものが多いですね。長いものとか短いもの、幅が広いもの、いろんなものがあります。今回は欅が多いですね。この辺から土地の板のコーナーになります。土地はこうやってやっぱ木がよく出ますね。土地も多いですね。こうやって日の光に当たるとすごい木が綺麗です。テーブルが欲しい方また行っていただければねいいんですけど、工房節が作ると高いって言われそうなんで。こんな感じですね。で、工房節がよく見るのはこの辺、クラロンウォールナットがあったりとか、まあ、二目とかありますね。あまり大きい板よりもちょっと変わったところでね、小さいものを狙っていきます。ざっくり一個一個競りになるんですね。そして最近人気なのがこのポプラのコブですね。でもこれポプラはすごい難しくて、乾く時にくしゃくしゃに縮むんです。それをテーブルにするにはね、なかなか時間がかかりますね。花輪がありますね。ね、向こうの倉庫の方には建材が多いですね。杉やヒノキ、屋久杉とか柱材とかが向こうの倉庫にあります。こっちの奥の倉庫もね、建築材、欅の方の建築材がこっちの奥の2の倉庫ですねの中には入ってます。そしてこの3の倉庫はこんな感じですね。一番長いのだとどうでしょう、8メーターから12メーターぐらいあるんじゃないですかね。で、さあここが黒柿のコーナーになります。いう感じで並んでいます。ああ、画像じゃ伝わらないんですけど、ものすごい臭いです。まだまだ水から上げてきて、なんでしょうかね、黒柿特有の渋の臭さというのか、そういうのがまだプンプンしてますね。できればこの臭い匂いね、嗅いでほしいんですけどね、画像動画ではね、匂いとかは伝わらないのでね、残念です。乾いてしまうとね、匂いは飛んでしまうんですけど、乾くときに渋の成分と一緒に匂いがね、上がっていきますね。これが欅の玉木ですね。幅80センチ強ありますね。長
長さは約3メートルですね。いい材ですね。大分県の木だそうです。この辺にはカーリンとかね、ちょっと外材があったりします。いや、ではこんな感じで、明日はここに何十人っていう人が人だかりになって競りをするわけですね。まあこの後僕もゆっくり見て明日買うものを吟味していきたいと思います。